最近反対側で寝るのにハマってます。実はここに歯磨きが隠してあるんです。たらーん。ほぼないけど大丈夫です。ストックがあります。これはクレストの歯磨き粉なんですけど、クレストの歯磨き粉がすごい歯が白くなるので、もう何本目かわからないぐらいこれを使ってます。でもその粘膜ケアはやっぱり大事なので、こういうなんか優しい成分の歯磨き粉を使ったりとかする時もあります。見てください、2個もストックがあります。ランプクロムの串、垂れてこないよってやつです。浄水器で私は顔をいつも洗ってるので、この洗面台ではなく向こうのお風呂場のシャワーヘッドで顔を洗っておこうと思います。そんなむくんじゃない気がする。ラッキー。こちらの浄水器を使っております。はい、オンラインサロンで紹介してます。宣伝じゃないです。このバンドをしてると水が垂れてこないんですよ。スキンケアは、まあ、メイクする日とかはこういうアヌアとかさっぱりしたやつ。スキンケアは今度また詳しく紹介しますね。大量にあるので、今日乾燥しているので、このドクターペプチのペプチボリュームセンスを塗ります。これ結構夜に使うことが多いんですけど、今日乾燥しているので、泡になってくるんですよ、だんだん。これは一旦これで若干保湿して後で足します。使ってる割には結構綺麗だと思うんですけど、これ、ね、実物見たらすっごいもうピッカピカなんですよ。ちょっと伝わらないか、
なんかツヤンツヤンみたいな感じになってるんですけど、さすがにねこのシールのところはちょっと無理なんですけど、めっちゃおすすめな。これを使うとめちゃくちゃピカピカになります。北欧のこれあるあるなんですけど、暖炉あるあるで、この若干のかけらがいつも残ってるんですよね。ちっちゃいかけら。傘増し。本当に大変申し訳ないんですけど、スタバよりも美味しい。もう本当にめっちゃ美味しい。はい。なんかルーティン系というか、モーニングルーティンとか、ナイトルーティンとか取るのがなんか苦手っていうか、食わず嫌いの取らず嫌いバージョンみたいな感じで嫌いだったんですけど、まあ、そんなめっちゃ見たいですとかは来ないんですけど、たまに見たいですっていうお声をいただくので、今回ちょっと撮ってみました。ゆるすぎて大丈夫かなっていう感じなんですけど、なんか今日メイクするのどうしようかな。あんまりね、ほんと YouTube 撮るとか本当に予定がない限り私メイクしないので、今日このあと親友カッコ仮と、まあ、編集したりとかカラオケ行ったりとか分かんないけど遊ぶ約束があるので、悩み中。今日はこちらをやりたいんですよ。キュルヒャー、これ1回しかまだ使ってないんですけど、本当めちゃくちゃ良くて、今日はこいつで綺麗にしていこうと思います。案の定びちょびちょになりました。原始的。
工事です。この防水のやつにいつも入れて保管してます。2分メイク。髪の毛やらなくてもなく良さそうな気がするのでこのままいきますと思ったんですけど、前髪だけ軽くアイロンしようと思います。壊れた。壊れました。結構カジュアルな時とかすっぴんの時でもアクセサリーをするようにしてます。おしゃれっていうよりかは自分のテンションが上がるっていう感じで、美容師さんからもらったルイのペン、これすごくて光るし、こうスマホスタンドにもなるしタッチペンにもなるんですよ。なんかこれ最近持ち歩いてる。今日はリップしか持ってきません。9番です。人ってさ、なんか見た目嫌いみたいなとこあるやん。喋ってみたらめっちゃ好きみたいな。喋ってみないと分かんないよね。ほんとインスタとかだと全然タイプじゃないんですけどとか聞いても会うと意外と、まあね、え、こんないい人だったんだみたいな。洋食屋のチーズマーボーね。チーズマーボーね。あ、すごいよ、見て。なんか黄昏れてる人みたいな確かにしかも一人で黄昏れてるみたいじゃん